最後鈴木さんやりにくくなるって絶対知らんかった。分かってたんですけど、いたずら心に火がつきましてなかなか攻めてくんなーとか言って さっきはね、そういう風にやったんですけど、じゃあ聞いてください。ナイトコーツ。Thank you.
鈴木さようこ。